やっとここに来てですね、目標が設定されて。はい、おはようございます。エジゴサポートの利休こと小川です。2021年12月30日、あと1日を今日、明日、2日間ですね、を残すまでとなりました。今年は大変お世話になりました。私もいろんなことにトライをしてきまして、あっち行ったりこっち行ったり、方向性が定まらずにですね、自分の中でも少しストレスがあったりしましたが、やっとここに来てですね、目標が設定されて、その準備に今も追われているという状況ですね。ちょっと形になってきたかなという印象です。具体的にはですね、また整理をして確定をしたらですね、2022年皆さんにお話ができることがあると思います。確実に一歩進んでいる、迷子になりながら進めてきましたが、きっとお役に立てるような情報をですね、皆さんにお届けすることができるような気がしています。まだまだこの朝のウォーキング Vlog、 それから YouTube、 それからオンラインですね、これを続けてまいりますので、介護情報を皆さんに分かりやすくお届けをしたいというふうに思います。ぜひ乞うご期待。今年1年、2021年お世話になったということで、皆さんに感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございました。皆さん良いお年をお迎えください。